75年3月30日月曜日の記事です。すいません、これ記事が途中で切れちゃってるんですけど、途中までなんですけど読みます。初防衛なるか花形、明日世界フライ級タイトルマッチ、パンチではサラバリア。世界ボクシング協会 WBA 公認の世界フライ級チャンピオン花形進む横浜競泳と、世界同級4位エルビト・サラバリアフィリピンのタイトルマッチ15回戦は1日夜富山市の富山市体育館で行われる。昨年10月、王座に次いで花形の初防衛戦だが、両者ともベテランで、60戦を超すキャリアと似通っており、接戦が予想される。パンチ力でサラバリア、精神力で花形という見方が一般的で、勝者の判定で決まりそう。両者は2度目の顔合わせ、46年4月、当時世界ボクシング評議会 WBC の世界フライ級チャンピオンだったサラバリアに、マニラ市で花形が挑戦、判定負けした。サラバリアの特徴は、長いリーチと、すらりと伸びた、カマシュカのような足で、左ジャブを軽やかに打ちながら、ステップインして、右の強打を放つ、長い手足を利用した、スピードある選手だ。17KO 勝ちを収めた、パンチ力も相当だ。一方の花形は、左ジャブで、ここで切れてます。すいません。はい、採点です。主審のミン、アメリカハワイ。71対68、サラバリア。副審、フィリピン、ヒメネス。71対68、サラバリア。副審、加藤、日本。69対73、で、花形さん。3ポイント差が2人で、サラバリア。4ポイント差1人で、花形さんという採点だったようです。はい、でこの採点表を見てわかると思うんですけど、7回と11回にサラバリアね、ローブローで減点されてるんですよ。減点はねされてるんですけれども、これ試合見ましたけど、普通減点でレフリーが注意して、で次やったら減点だぞみたいな感じじゃないですか、大抵の場合は。ですけど、何の注意もしないで、いきなり減点とも言ってないんですよね。その、試合中に。普通にラウンドが終わって、で、リングアナウンサーが、なんか減点です。ローブローのため減点しました。みたいな発表をしてます。なので、注意もなく一発の減点が2回あったっていうことです。なんで、これね、結構サラバリア気の毒だったなと思います。で、逆に言うと、この2回の減点があっても、二人のジャッジは3ポイント差でサラバリアにつけてるってことなんですよね。はい。40.2キロであります。
ありますね。インターがありますね。東海スパーリングでも、この素晴らしいライトジャブ、ストレート、右のフォローパンチ、エルトサラバリア、そういったパンチのスピードとありました。目がいいな、中津を見るものに与えました。一方の金型の方ですが、やはりこの金型を最近ライトジャブ、トリプルパンチが、非常によく目立ってきましたね。よくなってますからね。しかも、スラバリア、スピードありますよね。出だしとしてはどうですか。お互いにコンディション、非常にいいんじゃないですかね。そうですか。このままって気持ちいいですね。はい。まず、左の小さく引っ掛けるような、腕リードパンチ、右へと持っていきます。また左のボディーブロー、エルビト・サラバリア。あなたの方が、人は足の方が、第1ラウンド、現在までのところ、軽快な感じがいたします。やや足が止まっております。エルビト・サラバリア、第1ラウンド。ベルト・サラバリアという選手の特徴だろうと思うんですが、正面に相手を追いきの攻撃が強そうですね。そうですね。でも、時代の状況が早いですね。ありましたね。うまく、踏み切らないようですね。はぁはぁはぁ。どちらかというと、この選手は必ず攻撃が早いと言ってないですね。ああ、そうですか。まあ、ボクシングの、このテクニックでは正直言って、一歩も二歩も譲りますと語っておりました金型っていうのしかし、4年前の対戦の経験があります金型あの時もサラバリアは後半めっきりスタミナが落ちた、したがって今日のこの初防衛戦スタミナの勝負に引っ張り込みます何回もこの壁ですからね、はい、あの攻撃を持っちゃうのが大事ね。なるほど。
中セコンドの河合会長の言葉つきなんかは、穏やかですか、一切でしておりませんか、そちらが一切としますかね、そうですか、非常に余裕があるようですよ、余裕で、そうですか、リング上は第9ラウンド。このラウンド、9ラウンドも明らかにカウンターを狙っております。チャレンジャーのエルビト・ソラリア、レミチーズの感じで上から詰め込んだらチーズが来ますけどね、なんかもうチーズがまた変形されますからね、はい、休憩をしてやったらボディにガリスプレーが花々です。惜しいミスを打ちました、花田。開始にちょっと回を追うまさにこの攻撃にダメなかった。
力強さが加わってまいりました。一方、ベテランテクニシャンのクロバチアの攻防はほとんど攻撃パターン、第1ラウンドから現在のこの12ラウンドの大半までほとんど変わっておりません。左のボディーブローが目立ちます。エリート・クロバチアチャレンジャー、この中でちょっとチャンピオンが下がります。そして右のストレート、花形。
王座に勝つことができますかどうか。年齢はともに28歳、2人は11年のベテランと推しの対戦です。世界フライ級タイトルマッチ15回戦11ラウンド1分を回りました。まだまだの時代、あの3発目の時代はかなり強い感じでした。まあ今なんかもちろんポイントでは5本目の感じで依然として軽快な横へのことは続いております。花形チャンピオン、左の連打アマリア、この辺りちょっと花形気をつけたい。4月2日水曜日の記事です。花形初防衛ならず、勝差で判定負け、サラバリア王座を奪還、世界フライ級選手権。花形進む横浜競泳は初防衛に失敗し、世界チャンピオンの座を失った。1日夜、富山市の富山市体育館に約5000人の観衆を集めて行われた世界ボクシング協会 WBA 公認世界フライ級タイトルマッチ15回戦で、チャンピオンの花形は挑戦者の世界同級4位エルビト・サラバリア・フィリピンと対戦した。花形は気合のこもった左右フックを振るって接近戦を挑んだが、サラバリアは得意のカウンター戦法に出て花形のボディを狙い、軽量級には最近珍しい好試合を展開したが花形の惜敗となった。花形は昨年10月チャチャイチオノイタイから奪った王座をわずか6ヶ月で明け渡したわけ。サラバリアは2度目の王座獲得。なおこの判定を不服とした観衆が騒ぎ出し、さらに関係者同士がリングの上で揉み合うなどしたので一層騒ぎ大きくなり、リングめがけてビール瓶やジュースの缶が投げ込まれるなど大荒れとなり、表彰式もできないありさまだった。しかし富山署の警官らがリングに上がって警戒したので約20分後には収まった。どちらとも決めがたい内容だった。強いて言えば花形の積極さと手数がわずかに優勢だった。ただ引き分けでもチャンピオンと防衛となるのだから
王座を守る立場として花形にはもう少し決定打が欲しかった。総じてサラバリアの強打を警戒するあまり逃げの形が多かったのが手痛い結果につながったと言えよう。序盤から7回まで花形は自分のボクシングを進めることに成功した。パンチ力では劣る。足を使い左へ回りながら思い切って踏み込んで放つ左フック、この先制打は3発に1発の割合で決まったし、カウンター戦法の相手に対する攻め方としては的を得た戦術だった。サラバリアはリーチがあるから花形としてはとにかく左を先制しながら素早く懐へ潜り込み、タイミングよく身を引いては相手の大振りのパンチの射程を外す一定の攻撃パターンで2回4回と前半はややリードした。花形の速い足に持ち前のアッパーワンツーパンチを封じられていたサラバリアも花形が疲れてきた8回あたりから次第に攻勢に回った。特に踏み込んでくる花形のボディへ狙い撃った左右のアッパーは見た目にはさほどの効果はないが明らかに有効だに数えられた。終盤も13回には綺麗なワンツーをヒットさせて花形の足を止めた。反撃としてはもう一つパンチのスピード不足が目立った。ヒットが決まったサラバリア選手の話。クリーンヒットが決まり3ポイントぐらいで勝ったと思った。花形とは今後もいつでも申し入れがあれば対戦する。試合が済んだ後リングに物が投げ込まれ残念だった。サラバリア選手の略歴。1947年マニラ市生まれ、28歳。1963年デビュー。昭和45年世界ボクシング評議会 WBC 世界フライ級チャンピオンのチャチャイ、タイに KO 勝ちして王座に就いた。翌年花形に判定勝ちして初防衛を果たしたが、その後別リオゴンザレスベネズエラと2度目の防衛戦で引き分けた際、薬物使用を理由にチャンピオンを剥奪された。来日は5回目。長身からの左ストレート、右のカウンターパンチに定評がある。戦績は64戦57勝17 KO 5敗に引き分け。はい、すごいですね。64戦ですよ。はい。執念の王座わずか半年間、花形下向いたままハイライト。真っ赤なガウンの下で花形の小さな肩が小刻みに揺れ続ける。不満な判定で敗れた控室。悔しい、せっかく王座についたのに、やり場のない無念さを、やっとの思いでこう言った。体調も良く、試合中疲れはなかった。パンチは力んだため、ある程度外れたこともあったが、2ポイントは勝っていた。相手は上手いボクサーだが、まさか負けるとは。唖然とした目に、失ったものの大きさが伺える。28歳、現役最古参選手、チャンピオンになって、わずか半年でタイトルを失った。花形の世界は執念でもあった。その道が開けたのは44年、ロサンゼルスで当時の世界チャンピオントーレスメキシコに判定勝ちし挑戦が決まった。だが肝心のタイトルマッチは勝ち運がなかった。次々変わるチャンピオンを追ってマニラ、東京、バンコクと渡り歩いた。その間家庭を持ち二児の父親、選手の多くは副業しているが、彼の商売はボクサーのまま、生活は決して楽ではない。しかし彼はこう言っていた。いつかはきっと夢が実る。それまで一家は我慢。チャンピオンにさえなれば。花形にかける夢は、河合ジムの親子二代にわたる念願でもあった。昨年10月、王座に着いた時も、破格な費用を使って試合を組み、それが成功した。若いガッツ石松ら3チャンピオンが一試合数千万円を稼いでいる。せいぜい数十万円に過ぎなかった花形のファイトマネーが防衛に成功すれば、この後輩たちに肩を並べることもできる。ところが、わずか一試合でまた元の木阿弥。審判が試合後なかなか手を挙げないので、引き分けかと思った。負けた時は自分の目を疑った。と花形。信じられない結果に、河合会長の視線を背にしたまま、一度も頭を上げなかった。同時に、
これまで苦労をかけた家族へのお詫びでもあっただろう。ジムの河合会長は、外人審判員にやられたサラバリアとグルダと怒った。花形はこのアピールに相づちを打つ力がもうなかった。判定に怒り、ファン騒ぐ。花形、サラバリアの判定に対して、ファン数千人が激しく抗議。一時は大変な騒ぎとなった。日本ボクシングコミッションの事情説明と、富山松陰らの制止で、やっと20分後に騒ぎは収まった。コミッション当局は、事態を重視、採点にも疑いがあるとして、疑いが残るとして、3人の審判員のうち、外国人2審判の報酬の支払いを保留すると発表。解決策として、今後両選手、関係者とも話し合いの末、再選を要求することを検討している。昭和39年、東京で行われた、フラッシュエレルでフィリピン対小坂照夫提携の世界ジュニアライト級タイトルマッチでも、フィリピン人審判の採点をめぐってファンが騒ぎ、翌年マニラで再選したケースがある。この日、審判員の構成は、主審が中立の立場として、アメリカ人、ハワイで、副審がフィリピン人、日本人だった。判定結果は、日本人が花形、フィリピン人と主審がサラバリアの勝ち。このため、地元ファンの多くが騒ぎ出したもので、リング上でも花形側とサラバリア側双方の関係者が掴み合うなど、険悪なムードだった。打ち合いはあったが、どちらも決定打を書いた微妙な内容だったこともあったか、花形の構成を買っていたファンの中には、八百長だ、となると怒り、リングサイドのコミッション役員らに、金を返せと迫る者もいた。元世界フライ級チャンピオンの白井義雄氏は、私の採点では引き分けだった、と見ていた。こうした騒ぎが起こらないよう、WBA のルールでは、中立国の主審を起用するよう定めている。が、この日の主審のミン氏は、花形の興行権を持ち、サラバリアのマネージャーの実の父であるフィリピンのマッチメーカー、サリエル氏とごく近い人物と言われている。花形は昨年、このサリエル氏の橋渡しで、前チャンピオンのチャチャイ、タイに挑戦のチャンスをつかみ、タイトルを取った。ボクシング界の慣例として、花形は2度目の防衛戦まで、サリエル氏に興行上の権利を握られており、今回の民主と副審のヒメネス氏の選任は、実際はサリエル氏の指名が物を言ったと言われる。心当たりに混乱を生じる伏線があったと言えよう。花形側の河合会長は、対戦の契約条件は、サリエル氏の一方的な主張を飲むほかない弱い立場だった。試合前からこんな結果になるのを一番心配していたと言っている。また民主審は試合後、判定は間違っていない。花形のパンチは正確さを欠いており、この点サラバリアは左も科学的で正確にヒットしていた。有効打で勝った、と述べた。菊池博康コミッション事務局長は、個人的な見方で言えば、外国人審判の見方には問題があるように思う。再選で決着をつけるのがいいと思う、と話した。判定に疑義。WBA に訴え、ボクシングコミッション。日本ボクシングコミッションは1日夜、富山市で行われた花形対サラバリアの世界フライ級タイトルマッチで、審判の判定結果が分かれ、これをめぐって観客や両選手関係者が騒ぎを起こしたため、試合後、両選手のファイトマネーと審判の報酬を差し押さえることを決めた。同時にこの試合を管理する世界ボクシング協会 WBA のコルドバ会長パナマに宛てて、試合の採点をしたアメリカ人主審とフィリピン人副審の判定に疑義があるとして、今後60日以内に両選手が再戦できるように取り計らってほしいという内容の電報を打った。再戦の方針を確認。花形サラバリア宣伝日本コミッション。1日夜、富山市で行われた、花形進む横浜競泳対
エルビト・サラバリア・フィリピンのプロボクシング世界フライ級タイトルマッチの判定をめぐって観客や関係者が騒いだ問題で、日本ボクシングコミッションは2日、両選手、試合の興行関係者と話し合い、両選手を再戦させることで問題解決に当たる方針を確認した。両選手との再戦には原則的に同意。12、13両日、アメリカ・フロリダ州マイアミで行われる世界ボクシング協会 WBA 実行委員会で再戦が承認されるよう、同コミッションから働きかける。同コミッションは2日、問題になった民主審アメリカ、ヒメネス副審フィリピンの採点表を改めて検討したが、1、民主審は7回、11回に自らサラバリアに程度反則による減点を命じながら、花形に減点をつける誤記をした。注意されるとその場で花形に4、括弧5点法をつけ、他にも修正したケースがあるなど、ずさんな採点態度だった。2、試合途中からラウンド終了ごとに、民主審とヒメネス副審が英語で指導を交わし、コミッション役員が4度注意した事実がある。などの点で、両者の採点基準には、採点結果には疑義が残るとしている。なお、同コミッションは1日夜の試合後、混乱収拾のために、両選手のホワイトマネーと審判員への報酬支払いを一時差し押さえることにしたが、選手は正当な義務を果たしたとして、審判員報酬の差し押さえだけにとどめることにした。